バンカーショットの注意点その3は、ボールの砂の入れどころ、しゃがんで遠目に構えて普通に振れば、だいたいボールの下あたりにクラブが入るようになるのですが、バンカーショットでほとんど多いのが、このボールのこの手前のこの15センチから20センチぐらいのすごく手前からこう入ってしまうっていう人が、まあ、バンカーで苦手な人が非常に多いです。でこれはなるべく右手の角度を、これはどうするかというと、なるべく右手のこの角度をキープしたままショットと同じような感じで打つと、どうしても打ちに行くこうフェースに乗せるっていうようなイメージがあるので、こう弾いてしまいますが、手首の角度を維持したままこう振っていけば、重さでヘッドは落ちてくれますので、そうすることで別に打ちに自分で打ち下ろしに行かなくても、右手を角度を保っていればこの辺の付近にはクラブは振れませんので、まあ、少し入射角もこう上から入るような形でこのように振れますので、手をほどいてしまうとここからこのように当たってこのボールも打ってしまうような形になってしまいますので、まあ、この辺にも当たらないように手首の角度をこうキープしたまま、あとは普通に打っていっていただければ、まあ、ボールも出てくれますので、まあ、そこら辺を注意しながら、あとはしゃがんで、今までやったことしゃがんで少し遠目で、であまり普通のスイングでこう打っていただくっていうことが大事になりますので、その辺を注意して練習してみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。